お運びでありがたく御礼申し上げます。だいぶこの押し詰まってくるというような、もうそこのところまで正月が来ておりますのでね、どうぞ一つ来年もこういうようなところへ、お運びをぜひいただきたいと思っております。商売というものは聞いてみないってえと、はあそうかねなんというんで、分からないことというのは随分あります。ですから楽屋話、裏話なんというのが人様から大変に好まれましてね、野球選手のいわゆるプレーを見ているだけじゃなくて、どういうことがあったんですか、あの時はベンチはどうだったんですかなんて、そういうことにうんとその人間というものは興味があるもんですから、人の裏へ裏へとこう入っていきますね。本当になんかわからないもんで、我々の方の商売だってそうですね。そちらの方から見ているって言ったら、いいなのんきだよね、ああバカならいいんだからなんてなことをお考えになるでしょうけども、これはバカじゃできません。そちらから見ているとバカなように見せるという心だっていう、だ付き合ってみるってとやっぱりバカだったりしますけどね。くず屋さんという商売がございます。あのくず屋さんという商売は名前の通りくずだけ扱っていたんじゃやはりうまい酒は飲めない。どっかでもっていわゆる掘り出し物を見つける、いわゆる早い話がボロ儲けというものをしないってと、本当の儲けにはならない、ね、商売はならない。だからこの裏長屋路地屋なんかこうくずーなんてんでこう流して歩いてる、くず屋さんなんてんで呼ぶところではあんまりこのいいこの話がないそうですね。大きな声で呼ぶんですから世間体をはばかってるわけじゃない、このくずちょっと持ってってくんねえかなんてんでね、そういうのはもう周りに聞こえてもどうてえことはないから、もう大変こうえばってくず屋さんを呼びます。ですからどっちかっていうと小さい声でもってくず屋さんこういうふうに呼ぶところは辺りをはばかってるね、周りに知られちゃ困る。だからこういうのはなんか払うというわけじゃない、いくらかお金が欲しいからちゃんとした品物を売る、そういうのが買ってって脇持ってって高く売れるというようなわけです。ですから小さい声でもってくず屋さんと呼ばれる、これは儲かるね。その時にこっちも一緒になって、はい何ですか、小さな声でもって応対をするね、くず屋さんって呼んだのに、どこですか呼んだのはくず屋ってこれじゃ何もならないね、内緒話と同じですから、あのですねって言った時にはへいへいって答えるのと同じように、小さな声でもってへい、お呼びになったのはどちらでございます、くず屋さんどちらでございます、ここですよ、へどこでございます、声は聞こえるんだけど姿が見えない、ね、声を頼りにずっと行くってえと、おや見えちゃう、うん、これ名前の総合かね、まさかはばかりの中で呼んでるわけじゃねえだろうな、どこだろうな、くず屋さんへ、やっぱりはばかりの中だね、そのお呼びになったな、その中でございますか、そうなの、柔らかい髪があったら一枚ちょうだい、まぬけな話もたまにはあるというようなわけですね。そらこれから所帯を畳んじまってどっかへ行こうなんというようなところにぶつかるってえと、いい品物をうんとはたいて安く買ってきて儲けるなんてことがあるんだそうですね。なかなか商売というものはそれぞれ難しいもんですが、江戸時代に麻布の茗荷谷にくず屋清兵衛さんという人がいて、この人は大変にこの正直な人で曲がったことの大嫌いな人、曲がったものを見るってえともう腹が立ってくる、だから牛の角なんか嫌いなんですよとにかくもう曲がるということがもうそれ自体嫌だ、だから路地曲がるのも本当は曲がりたくない、だけど路地入らないって言うと商売にならない、だそういう時にはもう泣きながら曲がったりそれほどじゃないんでしょう。周りから正直清兵衛とあだ名をされております。毎日毎日朝早くから日いっぱい働くというような人で、今日も弁当を持って朝早くから方々を流してくる、ちょうど清正公様の脇をくずとやってまいります。あのくず屋さんへい、見るってえと年頃17、18になります。娘さん着ているものは大変粗末、つぎはぎだらけのものを着ておりますが、どことなく品のある娘さん、恐れ入りますがこちらへへい、後をついていくってえと裏長屋、あのくず屋さんを呼んでまいりました、おおそうか、おおくず屋さん、さあさあさあこちらへ入ってな、そこを閉めてください、
クズがたまったんで持って行っていただきたいと思ってな。ああ、さいどうですか。ありがとうございます。こちら様初めてでございますな。私これからちょくちょく参りますんで、どうか一つクズがたまりましたら取っといてくださいまし、他のクズ屋より値よく頂戴いたしますんで。おお、さようか。あ、ではそういたそう。どのぐらいになったな。ただいまかけてみましたところ、6文でございますな。今日は初めてでございますんで、7文でこれ、頂戴してまいります。おお、それはすまんな。それからな、実はここにあるこの仏像だがな、これを一つ買ってもらいたいがな、200文でどうだ。ああ、これですか。どうも、すいません、せっかくなんですがな、私ね、こういうものはね、いただかないんですよ。というのはね、目が利きませんですからね、値打ちがわからない。だから値打ちのあるものを安く買ってって、で脇持ってって儲かっちゃったなんていうのは大変その気持ちの悪いもんですしね。といってまた安いものを高く買わされて損するっていうのも、これも尺でございますね。目が利きませんので、私はクズよか扱わないんでございます。こういう品物はですから、いただかないことになってますんで、どうぞ一つご勘弁を。いやいや、これはな、それほど値打ちのあるもんではない。といってな、我が家に古くから伝わっているものでな、まあ200文ならばそう高いとは思わんが、どうか一つ買ってもらいたい。今申しました通り目が利きません。もう他でもお断りしておりますんで、どうかそのクズだけは頂戴いたしますが、それは一つ、ご勘弁いただきとうございます。クズ屋さん、そこを曲げても何としてでもこれを買ってもらいたい。いや、実はな、わしはご覧の通り浪人者だな。千代田牧祭と申してな、今では昼間は昼間、近所の子供を集め素読の指南をいたし、夜になると表通りへ出て売卜をしてその日を暮らしておるが、ここのところ雨に降り込められてそれもできず、そのまた雨に打たれたのが元で風邪をひいてしまってな、やれ薬だ何やかやと大層金がいる。どうかすまぬ、まことにすまぬが、これを200文で買ってもらいたい。この通りだ、クズ屋さん。ちょっと待ってください。そんな頭なんて下げないでくださいよ。あっちはたかがクズ屋ですよ。浪人なすったってお侍じゃありませんか。いけません、いけません。お話はね、よくわかりました。じゃあこういたしましょう。私ね、この仏像をね、200文で、預かってまいります。で預かってって脇持ってきましてね、もし売れまして、それより高く売れましたら、その売れた高く売れた分、半分こちらにお届けに上がりますから。いやいや、そんなことはしなくていいんだな。200文で買ってください。それはそれでよ、あとは好きなようにしなさい。それはね、私の性分でそういうことはできない。ですから半分持ってまいりますから、じゃあこれ200文で預かってまいります。ってんでそこに200文と7文を置いて、クズの上にこれ以上乗っけて、クズーってんで歩き出した。やってまいりましたのが細川様の長屋さん。あ、これクズ屋、クズ屋、あ、どうもお呼びになりましたが、その方の担いでおる籠の中に何か仏像のようなものが入っておるが、それは何だ。あ、これでございますか。お目に留まりましたが、これ仏像でございます。なんでできておるのださ。あ、なんでございましょうな。大層重いんですよ。重いとすると木ではないな。あるいは陶器の類か、それとも銅か。さあ、どうですかな。何を言いますか。実は仏壇のようなものをこしらえたがな、拝む的がない。何か欲しいと思っておる。もし気に入ればそれを買うが、手に取ってみたいな。いやいやいや、門を入って回ってまいるとな、大層手間か。拙者これからな、ここよりこのザルを下へ下ろすから、よいか、それに乗せろ。ああ、さようでございますか。ザルに紐をつけてずっと下へ下ろしてきた。へい、よろしゅうございますよ。どうぞお上げになって。へい、いかがでございましょう。おお、大層すすけ通るがなかなかよいぞ。これはよ、ごとごと申しておるな。腹ごもりか。これはまことに縁起がよ。気に入ったぞ、買って使うぞ。いくらだ。実はそれ200文で預かってまいりましてね、それより高ければいくらでも結構なんでございますが。欲のないやつだな。いや、拙者もな、値よく買ってやりたいが、実はあまり金がない。300文ではどうだ。結構でございますよ。100儲かりますんで、50銭方へ届けられますんで、よろしくお願いします。そうか、ではザルに乗せて金を下へ下ろすからな、受け取れ。ありがとうございます。
あ、これはよい。ああ、腹ごもりというのはよいな。腹ごもりというのは仏像の中にもう一つ小さな仏様が入っているものを言うそうですね。大変に縁起のいいものとされておりまして。ああ、これ凌介、凌介お呼びでございますか。うん、今下を通ったくず屋からこの仏像を買った。うん、なかなか良い表をしておる。ああ、気に入っておるぞ。ああ、これを朝晩拝むことにする。うん、大将すすけと金だらいを塩で清めてな。あ、ぬるま湯を入れて持ってきなさい。ぬるま湯の中に入れてあっちを洗いこっちをこすりしているうちに台座の紙がぐずぐずっと剥がれるってえとドスッとなんか起こったの。うん、なん、大将何、小判が出てない。うん、これは腹ごもりだがない。これ凌介、凌介お呼びでございますか。これ見ろ。うん、小判が出てまいった。この仏像の中から。ほうほう、そりゃそりゃ結構でございますな。へえ、いくらぐらいございます。どうもおおよその見当だが40両、いや50両近くあるようだ。うん、今まだ数えてはいない。うん、こちらに参って数えてみろ。うん、いかほどあった。何、確かに50両。そうか、いやこれは驚いたな。大変な儲けでございますな。300文で50両というのは我が思うせ。うん、拙者はなこの仏像は買ったが中の小判は買った覚えはない。仏像を売り払うくらいでさぞかし暮らし向きも良くないのであろう。ああ、元の持ち主に返してやりたいがどこにいる人やらわからん。またくず屋の名前も住まいも聞いておらん。困ったことになったな。何としたらよい。さようでございますな。くず屋というような商売は他の商人と同じようにお得意先が決まっておりましてね。だいたい、回るところもそんなに変わらないことだと思いますんで、またしばらくするうちにお窓下を通るのではないかと思いますがな。もうさようか。よし、では明日からな、くず屋が通ったら調べるぞ。なんてんだ、あくる日になるってえと下にくずーって声が聞こえるってえと、これこれこれ、くず屋、くず屋、お呼び、あ、どうも。お払い物でございますか。そうではない、かぶり物を取って顔をこちらへ見せろ。かぶり物を取れ。うん、早く言いたせ。うん、顔をこちらへ見せろ。それが顔か。あーはー、いやー変わった顔をしておるな。あれでございますか、昔からこの顔なんでございますよ。それで表を歩くのだな。酔い度胸をしておる。お前ではない、向こう行け。なんだよありゃ。くずー、これ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 、くず屋、くず屋、かぶり物を取って顔をこちらへ見せろ。長い顔をしておるな。馬にも勝るぞ、向こう行け。なんてんでね、通るくず屋さんみんな顔を改めない。清少公様の境内に掛け茶屋がございまして、そこへこの昼時分になるってえとくず屋さんですとか、あるいは下金屋さんやなんかが集まってきて弁当を使う。その後またしばらく茶なんぞを飲んで休んでいくというようなわけで、行ったかい、通った、細川様のお窓下。いや御門のとこからさ、そうだね、あれ五六軒のところかな。うん、若いお侍がかぶり物を取るってやられなかったかい。やられましたよ、やられました。ね、私は言ったんだよ、ね、よくああいうところではさ、若侍が遊びの金に困って、小塚を売るとかなんとかいい儲けもんがあるんだよ。だからこいつは締めたなと思ってさ、お笑いもんですかったら、そうじゃねえ、かぶり物を取れってこう言うんだよ。かぶり物を取って顔見せたら、それでも顔かってやる。よくそれで表を歩ける、いい度胸をしておるな、なんてやんで尺に触ったよ。何をしてんだろうね、何をしてんのかね、あんなことをして。くず屋だけなんだそれが。ね、尺に触るじゃねえか、おわしのかからねえ遊びをするよ、まったく。おい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 、そうじゃないよ、お前さん方何言ってんの。何にも知らないんだよ。ね、そりゃあのね、あのお侍がいいかい、探している顔だったら大変で、そんなことはまあないよ。似ている顔だって下手すりゃバッサリやられちまうんだよ。どうして知らないのかい。今噂だよ。何の、聞いてないの。あら、お前何してんだと思うんだよ、あそこに置いて。ね、でお父っつぁんの敵探してるんだよ。あれ敵討ちかい。そうよ。あら、知らなかったね。そうかい。大変だよ、そら見たってわかるだろ。私だってやられたんだから。顔をひょいと見たよ。ね、やっとの稽古はよほどしているよ。
面連れができたらな、キリッとしたなかなか強そうなお侍じゃねえ。あの人のお父っつぁんだから、これはまた大変に腕が立つね。うん、西国型のね、あるお大名の指南兵ね。でそこへね、このね、大名なんてのは勝手なもんだから、ちょいと脇でもってこういう強いのがどうか一つよろしくってなことを言われるってえと、ちょっとこう、じゃあよかろう、参れなんてんで、勝手にまた指南番がいるのに、また他の指南番抱えちゃうね。指南番のいるところに指南番だろ、で八南番だよ。どうしたの、お前さん、お互いに面白くないよね。である時、午前試合ってやつだ、殿様の前でもって、その新しいのとね、あの人のお父っつぁんとはパッやったよ、ね、あの人のお父っつぁんっての腕が立つから、パンパンってんで打ち込んじゃったろ、さあ悔しくて悔しくてしょうがないね。さあ二人とも、ご仕下されでもってお殿様にごちになったんだが、やられちゃった新しい方のご指南番、悔しくてしょうがないから、お先にごめんってんでツーッと帰っちゃったね。それから人を大勢頼んで、なんとか闇討ちにしようというのを待って、そこにこのあの人のお父っつぁんというのがかなり引っ越し目して、ふら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 お城を下がってずーっと来た時に、闇の中でもってみんなでもってダーッてんでやって、江戸へ築天をしたと、こういう話なんだよ。ほほーそうかい、で、あの若い侍追っかけてきたの、だけどおかしいね。だったらさ、いろんなものをみんな呼び止めりゃいいじゃねえか、クズ屋だけなんだよ、クズ屋だけね、おかしいじゃねえ。それがね、片木がね、クズ屋に化けてるって話を聞いたらしいんだよな。はあ、そうかい、だけどさ、あんな高いところだよ、ね、あ、これが片木だと分かったってね、それからずーっと門を回って出てくるときには片木はどっかいずらかっちゃうよ。そこだよ、腕の立つ人は違うよ。おう、これは片木だなと思ってると、いきなり手裏剣をパーって一本ね、でひるんでるところパーッと出てって、いやっとやっちまう。ああ、そういうもんかね、そうじゃねえかと思うんだ。なんだよ、本当にバカなこと言って人を担ぐんじゃないよ本当に。ちょっと伺いますがな、何伊勢兵衛さん、今伺ってましたそのお話ですな、なんか私に関わりがあるような気がいたしますがな。どうしたの、実はね、そのお窓下でね、若いお侍に私五六日前に仏像を売ったんでございますよ。仏像を、古いもんかい、かなり古いもんでしたな。それだよそれ、ね、よくあるってやつだよ、ね、あんまり古いからってんでね、こいつを磨いたり洗ったりなんかしているうちに腕がこうもぎれるとかね、いや落ちるとか、これは侍ってえのは私たちと違って命のやり取りをするんだよ、ね、それは御兵を担ぐ縁起担ぐよ、首が落っこったなんてのは嫌がるよ、ね、こんな縁起でもないものを持ってまいった、ね、この無礼なクズ屋、あのクズ屋の首も落としてくれよってんで、ちゃんと待ってるんだよ。そうですかね、そうだよバカだね、お前さん普段クズしか扱わないんじゃないか、なんだってそんなものを扱ったの。それがね、この先のご浪人でね、大変にお気の毒だったんで、私はね預かったんですよ、200文で預かって、それを持ってお窓下通ったらすぐに売れたってやつなんですよ。そうかい、それに違いないよね、だけどお前さん知らなかったのね、このところね、五六日風邪ひいて寝込んでまして、今日出てきたんでね、今その話を初めて聞いたんで、まだやられてないんだ。そう、あ、じゃあよかったよかった、お前さんね、あのお窓下はね通らない方がいいよ。でもあそこ通らないって言うとお得意さんに行かれない、しょうがないね。じゃああのお窓下を通るときだけは黙って通んなさいよ。くずーって声が聞こえるって言ったらさっと窓のところに来るんだから、だいぶ黙って通るんだよ、じゃあそういたしましょうなんてんでね、ところが商売ってのは不思議なもんで、あの籠をこう担ぎましてね、はかりを持ってこう歩き出すってえと、ごく一人でにくずーこれこれこれくずやー、あ、いけねえ、甘い甘酒なんだあのクズ屋は、コスケ捕まえてまいれ、そこに座らせろ、かぶり物を取れ、顔を見せろ、お前だ、わしに仏像を売ったクズ屋はお前だろ。どうもあいつ申し訳ございません、あの仏像なあまりすすけておるので、ぬるま湯に入れてもらう。台座の紙が剥がれて中から50両出てまいった。はあ、首が落ちたんではないのですか。そうではない。はあ、ああそうですか。私ね、そんなことありゃしないかと思って今心配しておりました。はあ、そりゃそりゃそうですか、50両も、わしはな仏像を買ったが中の小判を買った覚えはない。
ああいうものを売り払うくらいださぞかし暮らしに困っているものである。元の持ち主に返してやりたいと思ったがな、どこの誰やらわからん。またお前のことも知らんのでな、このところずっとお窓下を通るくず屋を改めておった。はあ、さようでございますか。おっしゃる通りね、ご浪人なんでございますよ、千代田牧斎とおっしゃいまして、で、昼間はね、何でも近所の子供を集めて、総読の指南をしてる、ね、夜になるってえと表通りに出て、梅毒だってこういうことですから、あれはなんかあの笠の方の先生じゃないか。何を申しておる。それはお前の聞き違いだ。ん、昼間は総読の指南といってな、読み書きを子供たちに教えておる。ん、梅毒というやつがあるか。梅毒だ。え、液晶をしておるのである。あ、そうかもしれません。そんな入れたちでございました。そうである。そうですか。じゃあそれはもう持ってってやったのか。大変に喜びますよ。本当でしたらね、あなたはその おしまいになっちゃったってわからないんですが、どうそれ言いました。ね、やっぱりその人の鏡と言われるお侍。そうでなくちゃいけません。私もね、正直清兵衛と人にあだ名されておりますが、そういうことはもう大好きでございます。大変な喜びようでございますよ。じゃあ私そのお金預かってまいりますんで。かしこまりましたと。じゃあこれを。それからあの、もし先方で、名前はと聞かれた時に私、お答えするのに困りますんで、どうか一つあなた様のお名前も聞かせていただきとうございますが。いや、名前などはどうでも構わんが、まあ、そのような時にな。それでは細川の家来高木作左衛門と申すの。ただそれだけ申しておけばよい。いや、何やらな、余計なことを言ってはならんぞ。ただ渡してくればよい。それでよいのな。分かったな。分かりました。いや、これは確かにお預かりいたします。恐れ入りますが、違いがあのこの商売道具このところにちょっと預かっておいてくださいまし。すぐに行ってまいりますんで。どうもごめんくらいし。こんにちは。ごめんくらい。おお、これはくず屋さんか。いや、先だってはすまなかったな。といたしまして。あのね、仏像ね、すぐに売れましてね、300で売れたんですよ。で、100儲かりましたんで、50お届けに上がろうと思いながらね、ずっとこのところ風邪ひいちゃいましてね、上がれなかったんだ。それじゃあの50まず、どうぞ。これ納めていただきと。いやそのようなことをせんでもよいのだ。ん、ああ、そちらにしまっておきなさい。私の気が済みませんから、どうぞこれはお納めくださいまし。それからですね、その仏像を買ってくださいましたのがね、細川様のご家来高木作左衛門様とおっしゃいましてね、誠にこの若いんですが立派なお侍さん、でところがね、あまりすすけているんで、あれをこのぬるま湯の中で洗っていたんだそうでございます。そしたらね、台座の紙が剥がれて中から小判と50両出てきたってんですよ。で、その俺は、仏像は買ったが中の小判を買った覚えはないから、でこれを先方へ返してきなさいって言うんでね、私ね今日そのお金を、預かってまいりましたんで、どうか一つこれ、こちらに、お納めいただきとうございます。どうもおめでとうございました。そうか、小判が入っておったか。くず屋さん、その小判は私は受け取れ。どうしてるございます。わしはな、あの仏像は一旦手放した、売ってしまったものだ。売ってしまったものはわしのもんではない。買った人のものだ。その中から出たものはもうわしのもんではない。受け取るわけにはいかない。いえそれは違いますよ。それは先生違います。あのね、あの確かにそのだって考えておらんない。だってさ、たかが300もんですよ。300もんで50両が買えるというな、こんな合わない話はないじゃありませんか。そうでございますよね。先方は仏像を買ったんですから、中の小判を買ったんじゃない。それは高木様の言う方が私は正しいと思いますよ。やっぱりこれはね、元の持ち主ね、ご存知なかったんだから、これは渡してこいって。それはそうおっしゃるな。だいぶ当たり前のことです。どうぞこれお納めになっていただきたい。いやいや、それは受け取れんのだ、くず屋さん。これはな、確かに我らの先祖が何かの時のためにあの仏像の中に入れておいてくれたものには違いない。それほど大事なものを手放すようなそんな不心得なものに、初めから金は授からな、買った人に天が金を授けたんだ。先方のものだ。わしは受け取ることはできん。そんなことをおっしゃらずにね、千代田先生。いや、先生は横なんですよ。ねえ、お嬢さんのことをお考えになったらどうですか。年頃ですよ。あんな着物が着たい、こんな帯を締めたいって、そういうさなかにねえ、
ああもうひどいったらあれはしないやな本当ですよ、失礼なことを言うようですが全くですよ、結構なお暮らしじゃない、私クズ屋が見てそう思うんですから、うちの方がよっぽどいい暮らししますよ、50両あれやなんかいろいろと使い道がありますからね、決してね、これはおかしな話じゃないんですからね、どうか一つ納めていただいて、その方がよかったんですよ、ね、そしてやってください、お嬢さんがかわいそうだから黙んなさい黙んなさい黙れ、言わせておけばよい気になって、娘のことなどどうでもよい、千代田僕さえいくら落ちぶれても回ったことは大嫌いだ、回っちゃいないてんですよ、分かんないね、それはね私も正直ですよ、でだけどね先生はそれね正直すぎるんです、何度も過ぎちゃいけませんよね、過ぎるって言うと頭にバカがつきますね、バカ正直というやつで、なんだバカとは、無礼を申すと手は見せんぞ、早く先方へ持ってまいれ、そうすかどうかしない、ちょっと行ってまいりました、どうした受け取ったか、それがね受け取れないんですよね、その一旦売っちゃったものは自分のものではないね、その買った人のもんだって、その中から出てきたものは、それは買った人のもんなんだから、もう自分は受け取るわけにはいかない、返してこい、こういう分からないと思うすな、わしはな仏像を買ったが中の小判それちゃんとそっくり言ったんです、向こうでそう言ったんですけどもね、先祖は入れといてくれたんだろう、そんな大事なものを売り払うようなそんな不心得なものに初めから金は授かんないんだとね、買った人に天が金を授けたんだから、もうわしはいらん、受け取れ、あんまり言ってたんしたらしまいには手は見せんぞってのはこういうことを言うね、ねえ、だからしょうがない、お家を帰ってきたのね、これはね、しょうがないから、だからまあ仕方ありません、先方でそう言うんですからね、だから高木さんどうか一つこれあの納めになってたわけたことを申すな、わしがもらうわけにはまいな、今も言った通りな、小判を買ったわけではない、この仏像椅子それ分かってんですよ、分かってるけど、それじゃあどうすんです、どうすんですじゃあない、拙者武士だ、刀にかけても受け取らせてみせる、言われちゃったなど、分かりまして行ってきますよ、ねえ先生お願いしますよ、とぼけたことを申すな、千代田僕さえ刀にかけても受け取らん、言われちゃったなどうもな、しょうがねえな、商売にもいけねえしな、どうしようかなこら、仕方がないんで千代田僕さえが住んでおります長屋の家主にこの話をした、そうかい、いい話じゃないかね、そういう話は嬉しいな、近頃めったにないよ、ね、花は桜に一あぶしてが全くだ、お侍てえな、そうなくちゃならないよ、結構だね、じゃあね一つ私が間に入って口を聞こう、高木様いかがでございます、この金がございましてと、くず屋がどうにも困ります、商売にも行かれません、なんとかしなければいけない、私考えましてこの50両の中から10両をこのくず屋にやってはいただけませんでしょうかな、で残りました40両を、20両ずつ分けるというのはいかがでございましょう、両方で受け取ればこれはどうということはございませんですから、さようか、いやというふうに話が通ってくればわしも受け取らんことはない、しかし先方が受け取ったらばの話だぞ、へへ、わかりました、千代田先生そういうわけでいかがでございましょう、先方も、20両受け取りましたのでどうぞこれを一つ納め願います、そう言われてもな、ああさようかとすぐに受け取れるもんではない、何か気にかかるようでございましたらいかがでございましょう、何かそば、でもって普段使ってらっしゃる品を、先方に差し上げたらいかがでございます、さようか、いや差し上げると申してもこのような貧乏所帯で何か人に差し上げるもの、ここにあるこの湯飲みはどうじゃ、毎日わしが湯茶を飲み薬などを飲んでいる昔から我が家にあるものだがこれでも構わんから、何でも結構でございますよ、気は心と申しますから、それではそれを先方に届けますか、この話が細川家中に広まりまして高木作左衛門も偉いが千代田牧斎という浪人者も大したもんだ、あれが本当の侍だというんでどん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 評判が広まってお殿様のお耳に入る、まことにあっぱれなことである、すぐにお目通りが叶いまして高木作左衛門お褒めの言葉をいただいた、でちょうどその折に千代田牧斎からもらった茶碗を持って見せたんですな、するってえとそばにおりましたのは細川家お出入りの目利き鑑定家でございまして、殿恐れ入りますがその茶碗をちと私見とうございます、鑑定家がこれをじーっと見ておりますうちにこれがまたただの茶碗ではなく井戸の茶碗という大した名器で国宝に値するものという、お殿様所望したいと鶴の一声で自分がもらいたくなった勝手なもんですね、
途端に300両という金が高木作左衛門のところに下し置かれました。弱ったのが高木作左衛門。ああ口や、わしも弱っておる。このように300両などという大金が入ってまいったら、これをわし一人でもらってしまうわけにはまいらんのじゃ。そこでな、拙者が150両を受け取るから、この残った150両をその先方の千代田牧祭のところに一つ届けてきてくれんか。勘弁してないよ、もう。だってこの間50両であの騒ぎですよ。150両になったら私殺されるか分かりませんよ。いや、そのようなことはない。今度は茶碗が先方から出ているから必ず受け取るに違いない。お、早く持ってってくれ。やっちゃったな、どうもな。だんだん増えてくるったら困るな、本当に。もうこっちも商売ができないよ。またあっち行ったりこっち行ったりしなきゃなんねんで、弱っちゃったな、どうもな。こんにちは。ごめんください。おお、くず屋さんか。何か心なしか元気がないな。どうも、また嫌なお願いがありまして伺いました。実はこの間こちらからあの高木様へ差し上げましたあの茶碗ですな、あれをその細川様のお殿様がご覧になりまして、そのそばにおりました目利きがね、あれ何度も井戸の茶碗とかいう大変な名器なんだそうでございますよ。で欲しいからというので高木様は差し上げましたら、お殿様から300両の金が、下し置かれたんだそうです。でもってそれを独り占めにしちゃうわけにはいかないから、150両を、あちらで取るから、あと残った150両を、こちらの方で一つ納めて叩きたいと。どうか一つ何もおっしゃらずに。くず屋さん、わしは受け取る。また始まったって困ったな、どうね。そんなこと言わない、お願いしますよ。私も困る、商売にも行けないし、またあっち行ったらこっち行ったら、弱っちゃったね、どうね。じゃあどうです、あのこの間の時もですね、こちらから何か差し上げましたでしょ。ねえ、だからまた何か差し上げたらどうです。いや、差し上げると申してな、もうわしのところには何もないが。くず屋さん、その高木氏というのはまだご親族はおらぬか。まだお一人身でございましたら、凌介という中間と二人で暮らしております。さようか。お年頃は いくつぐらいだ。そうですが、25、6っていうところでございますから、なかなか立派ないいお侍さんでございますよ。いや、そうであろう。まだ会ったことはないが、今までのことでよくわかる。実はな、くず屋さん、私のところの娘だ。わしはこのように浪人をしてしまっているが、娘だけには女一通りのことは仕込んでやる。だからいずれはどこかへ嫁がせてやらねばならぬが、まあ、高木氏のように正直者潔白なお方なら安心して嫁にやれ。ご親族にはしてもらえまいか。もしご親族にしてくれるならば、その時の支度金としてこの150両受け取ろうではないか。なるほど、それはいいですな。そうしなさい。そうなさい。それが一番よろしいでございます。結構ですよ、もらっていただける。もらって、大変なもらい方ですやんな。もらいますって、こちらのお嬢さんなら。あちらがもらわないってんのは私がもらう。すぐに話をしてもらいたい。行ってまいりました。どうした、受け取ったら。ただ受け取らないってんですよ。またこちらにくださるものはありますがな。まだ何かくれるのか。何をくださろうというのだ。実はですね、今度は大変なもんでございますよ。あちらに娘さんが一人いらっしゃるんですよ。でこの娘さんはですね、女一通りのことは仕込んであって、いずれどっか嫁にやんなきゃいけないんだけども、大変にその高木さんのように正直な潔白な方のところにやるんなら安心だから、一つもしもらっていただけるんだったら支度金としてこの150両受け取るって、そう言ってるんですから。そうか。妻を埋めとるか。まあ、塩田氏の娘子ならば心配はあるまい。よし、ではご親族にいたそうか。そうなさいますよ。今はね、長屋に住んでるから今ちょいとくすぶっておりますけどもね、これをこちらに連れてきて磨いてごらんなさい。いい女になりますよ。いやー、磨くのはよそう、また小判が出るということ。